さあ今回も正義側か悪側か陣営を選んで遊ぶことができるローグライクデッキ構築ゲームデリバランス&レインやっていきますが、正義側とこの悪側のゲームプレイが全く違ったんでね、個人的に好きな悪側でもう一回やってみようかなと。でまあデータ引き継げるというかね、前回このデリバランス正義側でやりましたけども、どうしよっかな。ニューゲームでもいけるし、まあ続きでやろうかな。コンティニューですね。まあいい感じ、残り4、5、6、7なんで4戦だね。残ってると。いきなり戦闘できるね。よし。さあ正義側がね、まあダンジョン、城に挑んでいく感じで、悪側がこれ守る感じというところで、だいぶゲーム性が違ったわけですね。さあさあ、ちょっと思い出しながらですけども。まずこのチャンピオンだよね。これどこに置くのかと。で、一部屋目めっちゃ敵がいる。なるほど。これは、そうだな。どう使おうかな。敵の攻撃ダウンの子欲しいね。まあ、出すか、とりあえず。2体。あ、そっか、部屋の数増えたから。え、これが召喚して、これが召喚して、その召喚の効果でまた生まれたのか。そんなことありなんだ。じゃあ出すか。出せるよね。これ攻撃力アップと。とんでもねえぞ、この部屋。痛い。攻撃上がるんですけど、死ぬとね。関係なし。全滅。先に倒しちゃう方が厄介なわけなんで。で、こいつは残っちゃうよね。どうしたもんかな。ザーマーツ系の。どうしようね。上で激戦する前提でデーモン出しといて。あ、これはまあ倒せるね。ちょっと与えとくか。だから攻撃が6上がっちゃうんだね。こういうと。上がっちゃう。まあもうそんなでも強くないかな。11。こいつうざいな。あれ、盾か。これ上に行っちゃうね、このままだと。さあ、失った体力分攻撃が上がるというとこですけども。あとこれ、20ダメージ与えるミニオン。俺エネミーだもんね。20か39。ここで当たるダメージが残り10になるわけですね。で一発殴ってくるのか。こう与えとけば死ぬか。あ、これで15か。あ、でも盾になる。いいね、いいね。で2なんで、じゃあこれ使おうかな。攻撃力アップで30。あ、これで24か。盾は倒した。いやーわー、しんどしんどいしんどい。でこいつ殴れになっちゃうんで来ましたねと。こいつアップグレードはもうできないんですけども、敵を倒すと強くなる。50-50、化け物だね。ゴートマンも出しちゃう。ゴートマンここでいいか。あれ、もうないわ。そうだ、あれ3だもんね。で、これは、1回しか食らわないよね。終わりだね。まぁ、ちょっと強くなってくるけど、ちょっと。で、縦にちょっと火力いくくらいか。この後ろのやつ倒しちゃおう。前のやつちょっと強くなるけど、まあまあまあ。で、こいつは死ぬわけなので、え、これですね。敵の攻撃下がるよと。3下がるんで、1と0。OK。アーマーつけとくか。いや、ボスを守るね。こいつがいてくれると。今、盾は終わったんで。誰がボスか。体力400。えらく硬いのやつ来ましたね。
まあ、これゴートマン出しとくしかないか。これまあ敵殺した後なんで、あ、てか終わるの、なん、どういう、ん？どういう結果なんだこれ。なんか、勝つっぽいけど。全員にドクロマークついてますけど、これ結構、これ1回復するわけだよね。全滅すんのか？ まあ、どうしよっか。どういう結果なんだろう。エンドターン。上が終わって、この肩を立て倒す。倒す。ラインを。低いかな。で倒れる。で終わりか。はい。なんかの効果で全身だね。え 上めっちゃ待ってんだよ。あ、これでも終わりなんだ。やっとけばよかったね。なんか負けた扱いになってんの？あ、レベル上がったね。はいはいはい、あー、なるほどね。で、なんかレベルになってカードとか増えるのかな。で、まあちょっとそれは練習として、もう一個ね、まあこの悪魔使ったんで、ヴァンパイア使えると。これだね。ちょっと使ってみよう。サモン1ランダム。の味方かな。これか。で、これがチャンピオンで、こっちが、ボスだね。うーん、あんま強そうじゃないですけど。まあ、前も戦ってないしね、そもそもね。ヴァンパイア魔法系なのかな。まあ、チャンピオン出すか。何か出すみたい。あ、これか。コールド。プレッセンス。アーマーを与えるんですかね。L か。ギブネームプラス20アーマー。効果が悪魔に難しいですね。ヴァンパイア特有の FED フェドっていう効果でプラス5アタック。まあ置いとこうかな。で使う。あ、こうか。ここに使うのか。エネミーミニオンですけど、なんか敵、あ、敵にやっぱ使えるよね。で、残ってるやつ召喚しとこうかな。さあ、こいつ回復なんだね、てかね。後ろ倒さないと。よし、一応これでダメージになるけど、きついかな。これ血を与えるのか。与えてみますか、じゃあ。で、一応色的に赤くなった。で、プラス5アタックがあるとすれば、狩猟時。あ、来たね、今だね。あ、終わったのか。はい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 。与えたターンに上がるってことね。これはなるほど。上の効果が出したとき、血のカードを手札に加える。で、血をやると血のカードを2枚手札に加える。だ血をうまく循環させる役割か。
なるほどね。かなり厳しいんですけど。これ、とりあえずこれ倒されたんで、後ろなのかな？出したやつなのかな？まあ、プラス20アーマーでプラス20になってると。出したら、でも血はどうなんだろう。ゼロコストじゃないよね。与えるべきか。出すべきか。出してみるか。あ、これが血か。まあ、使ったら消えちゃうわけだね。で、同じ効果だね。使えないっす。大きいまで上がってんのかね。で、20アームつく。火力がやばいな。で、これ3ダメージだね。で、先にこれ多分血がついてるやつがいると増えるみたいなことだと思うんだけど。入れとかないとね、そりゃ。で、倒していく。これ倒せる倒せる倒せる、OK。まあじゃあ適当に使っておこうかな。あ、今の死ぬというよりかは移動しちゃった感じか。で、これがボスか。これがボスなのか。負けるね。同じ効果か。上の部屋を強くしておこうかな、じゃあ。知能カードをデッキに増やすか。で、これターンが進まないといけないんだよね。これが来たのか。こいつは血の効果なしだね。あ、やられた。チャンピオン。あのおじさん倒したい。で、これでこの効果使おう。血があれば全ての敵に多分ダメージだと思われると。だ、こっちやってみようか。あ、そうだね。はいはいはい。そうかそうか。前提条件が、ね。このフェド。この効果を把握しないといけないっていうところで大変ですね。で、これ1回だけ？ 2回使ったけど今。関係ない、1回だけだね。よいしょー。さあ、さっき使っていたね。さっき使っていた悪魔デッキとね、かなり違うヴァンパイアデッキ。まあ、他にもアンデッドとか、ガーゴイルかな？とかいろいろいるんで、デッキごとにね、めちゃくちゃ変わると思うんだよ。今回の場合、まあ、プライドとか、フェドとか、さっきね、なかったような効果が出てくる。まあ、右のプライドの下のこの効果とかさっきも使ってたし、共通のやつありますけどね。新しいのが増えてるんで難しいね。で、これ回復できると。このマナみたいな感じで、マナ、なんだろうね。まあ、エネルギー。まあ、さっきなかった概念で、こう血をね、まあ、吸血鬼たちに与えていくと。なんか攻撃した時にね、血を抜くのかなと思ったけど、そうではなくて、普通に、与えていくみたいと。面白い感じですね。これ全てのミリオンに与える。それ部屋の垣根はあんのかな？オールフレンドリーミニオンズ。これめちゃくちゃ強くない？オールフレンドリー え、部屋なのか、なんだろうね。3回あるわけなんで。全体なのか、回ごとなのかでめちゃくちゃ効果かかるけど。コモンでスピルならちょっとね、コモンスピルなら、部屋なのかな？でもオールだもんなーって考えるとね、さっき4体くらいいたかな？上1、真ん中2、下1とかいたと思うんで。って考えると2コストで使えるのはめちゃくちゃ安いよね。こういうのもプライドはまた違うんだよね。これあれか。1人でいるってこと？部屋に。そうではないのかな？これめちゃくちゃ効果強いけど、プラス20、プラス20。オンリーフレンドリーユニットオンザフロア。一人っぽいですけどね。ああ、気になるな。で、この子は血はないのか。
で、こっちでも攻撃力ないですね。上がんのかな。違う、効果が強いのか。いや、じゃあこっちの方が面白そうだけど、まあこっちかな。いや、これも欲しいな。まあこっちかな。って感じで、こうね、キャラを変えていくと。いや、面白いですね。まあ2つのね、ゲームモード、正義か悪かっていうので選べて、正義はね、ちょっと探索要素だったり、まあカードのその消費の考え方とかがいるわけなんで、ちょっとね、難しかったですかね。てか、まあルールが違いすぎたんでね、そもそも。あっちもまだクリアできてないですけど、一応こっちは体験版でできるね、範囲はやったので、めちゃくちゃね、楽しかったですけど、これちょっと製品版欲しいですね。まあ、両方ね、ゲーム性違うんで、まあ、こっちで遊び飽きたらね、正義側行けば全然違うんで、まあ、やってる、まあ、勢力も違うし、敵を使えるわけだよね、一応ね。そのモンクとか言いますけど、あれがプレイアブルキャラなんで、あれを使っていけるっていうので、ね、まあ、こいつか。モンクとか。これが使えるんでね。そういう、なんだろう、視点が変えられるのは面白いですね。